松さんが初も1枚持ってるんで、これがいつ出るかかな。こんなもなかなかいいですよ。良くなってきた。ドラが1枚、赤が1枚の単品系です。楽しみだ。ここ、うわ、さあ高宮の手がパワーアップしていきます、ね、頭先に欲しいね。欲しい、うん、欲しい、ね、短期待ち、延べたんとかになってほしくないね、うん、ウーピンが一番欲しいけど、ね、あと1枚ですかね。ウーピンあと1枚、ね、あとリャンソー結構飛んできたな。なんかもうリャンソーリーチしづらくなってません？なんかリャンソー黙ってんだったら私打ちますって言ってる人が2人ぐらいいるんで、確かに勝松さんと内川さんが黙てんだとリャウンス上がりやすそうに見えます ね, ね。内川初泣けました。イーシャンテンです。イーシャンテン、さあどうだ、どうだ、決まるか。この手これじゃない、これやだ、いやだ切っちゃうか。切りたい、切りたいか。点数、今の点数状況的に切るもあるよ、ねね、ただ三蔵短期めちゃくちゃ良さそうなんですよ。これが馬強ってやつです。馬強で三蔵短期めちゃくちゃ良さそう。で実際山に3枚残ってる。良さそうですけど、だから三蔵短期でリッチもちょっとよぎるよね、よぎるよね。丸山さんどうしますか。いや、キューピン切りたい、キューピン切りたい。中野田さんは実際にはこれね、いや、スーソー切ってリッチすると馬振りって言われるんですよ。中野田さんはするんですか、馬振りを。いや、これ三蔵短期でリッチしちゃうするんですね。だけどするしそうです。え、それは仕掛けも入ってるからですか。仕掛けが入ってるからなんですよ、ね、そう、ね、そう、あの内川さんがまだイーシャンテンだったらここでリーチすることによって降りてくれるかもしれないですね、うん、そうしたら自分の一人旅になるんですけど、キューピンを切ってのんびりやってると内川さんがテンパイとか入ってこっちがリーチ打っても降りてくれないとかね、うん、あのそういうこともあるんで、いや高宮悩んでます ね、なるべく早く抑えつけはしたい。ただこれね、普通にね、この形何切りますかって何切る問題聞かれたらキューピンに決まってます。こんなものは、うん、キューピン切った、キューピン切った、ね、葛藤でしたね。さあこの選択がどう出る、間に合うのか。すでに内川からの仕掛けが入っています。内川は初をポンしてこの形、さあどうだ。本田も来るぞ、来るぞ、来るぞ。こっちも三色か、こっちも三色、はい、どう、さあ理想の形になるか。早く出っ張ってねえ。先ほど手痛い一撃を食らったファイトクラブ高宮、ぜひこの手は取り返したいところ、はい、やっぱね、手もビハインドあるからね。これ勝俣さんの立場って、うん、なんか誰かがリーチ飛んでくるぐらいだったら、うん、仕掛けた内川さんに上がってもらってもいいよみたいな気持ちもあるのかな、うん、どうなんだろう。でただ内川さんの打点が分かんないですからね。確かに、うん、泥が小さそうで見えてなくて、赤も全然見えてないんで、安い確定じゃないから、うん、そうなんですよ、まだダメか。まだね、上がってどうぞってほどじゃない気がしますね。なんかもう自分が結構もう無理、うん、無理そうになってきちゃってるから、うん、あー、セキュリテンパイラー、やっぱり待ち、こういうやつよ、これが嫌な。そうだ、三三層短期は出てたんですかね、リーチしたら、うん、出てたかどうか分かんないですね。出てたかもしれないですね。キューピン3枚切れ、まあ、これもウーバン切ってリーチかどうか、うん、黙点です、まあね、闇点でもローピンだったらね、漫画ありますからね。さあ一気に内川と本田の両名にテンパイが入っています。そうなんですよ、だからね、キューピン打ちっていうのはこういう展開になる。そうですね、こういうリスクがあるわけですね。リスクがあるわけですよね。そのリスクを選んで高く仕上げようとしていった高宮ですが、はい、早くテンパらして、内川リャングーピン待ち、本田ローキューピン待ち。どうだ、どうなの、どうなの、くぐり抜けて、あーあー、もう無駄過ごしてる場合じゃないんです。ピンズ6と9は山に1枚ずつ、リャングーピンの方がありますかね。2が2枚、5が1枚か、リャングーピンも3枚待ちですか、うん。高宮時間がないぞ、うわうわ、これ自敗じゃないの、自敗てる場じゃないの。あ、リャンピンが1枚減ります。どうなるんや。内川本田の両名がテンパイ、3ピンぐらい切りますか。6球ピン待ちのテンパイがすでに入っている本田、うん、でこれやっぱり注目集まってるの内川さんなんで、おここで3ピンをチーしてテンパイを取ります。三蔵短期、おもうね、うん、
もうしょうがないと、うん、1枚減っただけですよね、はい、あ、ウーピン引いてた、ひどいよ、運命は残酷だ、チーしてなかったら、チーしてなかったらね、単品三色ドラドラのね、リアンスお待ちになってましたね。あ、で内川さんやめた、やめた、ドラでやめたよ。やっぱね、高宮さんが3品チーして数層打ったんで、缶チー層とかね、あるってことですね。おお、ここで本田がリーチと打って出ます。高宮さん止めに来ましたね。ドラマたぎ、漫画ありますもんね、高宮さん。そう、漫画あるんですよ。漫画あってラスミですよ。直撃取れるかもしれない、うん、行くけ、うん、行くんじゃない。太陽三色ドラーカがあります、うん、3層短期の高宮です、はい。で数層が4枚見えてるんですよ。だから三層はすごい通りそうなんですけど、ここ通りそうとか言ってる場合なのと。8000の天敗ですからね。守備気味に3層切っても9層で上がれる手ではありますが、はい、9層で3900ですよ、はい、9層を切って3層待ちなら8000点、はい、で今はね、あと本田さんのつもぎりリーチの意味考えてますね、うんうん、6級層待ちで闇点にしてたことなんてあるんですか、うん、ないよね。そういうことですね。来ましたね。お願いとばかりに9層行きました。ひどいって、ウーソー一発も赤ウーソー一発もだったんですけど、なんということは、一発も太陽ビーフ三色、ね、赤ドラ、そうバイマン、やっとリーチしてたらトリプルまでありったんです。リーチ一発も太陽ピーフ三色ドラ赤赤、はい、裏市で3倍、裏市で3倍、なんて残酷な、なんて残酷なんだ。救いはあと3層が3枚山に残っていることか。いや2枚です、ね、2枚ですか。1枚打たれちゃってるんで。あ、そうだ、失礼しました、はい、うん。でもあるあるよ、あるよ、あるよ。どう、うわあ、だけども急層通してるんでね、数層、うん、4枚見てるんでね。勝俣が止まっている、チーしない、1回ずつだ、うん、内川、本田、高宮までツモワが回ります。三層2枚いるんでしょう。ならず、あれ、これ決着つくかもしれないよ、うん、どうだ、三層捉えた、8300。太陽三色ドラーが決めたのは高宮、食らったのは本田ということになりました。ねえ、いやー、これ本田さんもね、勝負手だったんですけどね、メンピンのラドラでね、高宮さんやでね。いやここは高宮に押し切られた形になりました、雷電本田です。いや本当ね、結果はね、あの泣かなきゃバイマンとか積もってたなんですけど、もうずっと無駄損が続いても、実際2人天敗入ってましたからね、うんうん、2人天敗入ってたからもうさすがに泣かなきゃならないって順目になっちゃってたんですよね、うんうん。まあ、それを泣いたことよりもその前の3層短期を取るのかなっていうところですかね、高宮選手が考え直す、うん、そうですね。いやでもどっちもあるよね、難しいよね、うん。